はい、今回エンヤミュージックさんとのコラボレーション第2弾なんですけど、こちらのノバゴーソニックの紹介をしていきたいと思います。これカーボンファイバー製の、まあ、スマートエレキギターって呼ばれるものなんですけど、スマホのアプリと連動していろんな機能がついてるんで、ちょっとそちらの方を紹介していこうと思います。 Bluetooth との連動についてはこの後も説明してるんですけど、まずはちょっとざっくり、まずはこのミキサーで、各種ボリュームですね、ギター音量、 Bluetooth 音量、スピーカーとかいろいろ細かく調整できます。でやっぱり一番はこのプリセットトーンですね。いろんなギターの音が入ってるんですけど、ちょっと試しに何個か弾いてみます。一般的なギターと何が違うねんっていうとこなんですけど、実際弾いてみて、3つ、まず1個はアンプがいらないっていうことですね。2つ目は Bluetooth による機能拡張で、3つ目が、軽いっていうことですね。アンプなしでいけるっていうのも、このボディのここが内蔵スピーカーになってて、もうこの電源入れるだけで、もうシールドとかアンプなしで、これ緑に光るんです。これでオンですね。もうこれで、あとちなみに4つまでプリセットがいけて、緑、青、水色、紫、だんだん歪みが強くなっていく感じなんですけど、なんでケースから出してすぐ弾き始めれるっていうのは結構いいんじゃないでしょうか。で次、 Bluetooth による機能拡張についてなんですけど、これ自分のスマホにこのアプリダウンロードして、これですね。でそのアプリ内から結構音作りとか作り込めたり、あとプリセットとかも入れ替えたりできるんで、さっき言ったこのクリーン、オーバードライブ、ディストーション、ハイゲインかな、この4つにいろいろ割り当てたり、あとプリセットも編集できるんで、アンプのつまみとか、あとエフェクターのオンオフとかつまみいじったり、ギターの音作りに必要な要素がかなり網羅されてて、思った以上にカスタマイズできるんで、やっててかなり楽しいですね。3つ目の軽いなんですけど、シンプルにカーボンファイバー製なんで、一般的なエレキギターよりかなり軽い方だと思います。こ軽さ伝わるかな、これ確か3キロとかなんで、持ち運びも便利やし、長時間弾いても疲れないっていうのはいいですよね。はい、てな感じで、説明ばっかしててもあれなんで、実際にこのギター使ってちょっと1曲弾いてみます。ちなみにね、これ電源オフにするとプリアンプが切れて、ここにシールドつないでアンプから音出せるんで、通常のエレキギターとしても機能します。今回このノバゴーソニック紹介させてもらったんですけど、はい、で最後に実際に購入を考えてる方に向けて、ちょっと気になるポイントが2つあったんで紹介しておきます。1個はやっぱりその木製の通常のギターと比べると音はやっぱりちょっと違います。こっちはね、固めというかちょっと冷たい硬質な感じの音がするんで、どっちが良い悪いとかじゃないんですけどね。あともう1個はこの内蔵スピーカー、これのね、音量を最大にしても部屋でギリ行けるぐらいだったんで、だから例えば駅前のストリートライブとか想定してる人からしたら、ちょっとボリュームが物足りない感はあるかもしれないですね。その2点だけちょっと気をつけてもらってっていう感じですね。個人的にもかなり
この価格帯でこの多機能でこのサウンドっていうのは本当にこのコスパはかなりいいと思うんで、初心者から上級者までね、使いやすいギターだと思います。はい、じゃあまあそんな感じで今回終わりたいと思います。よかったらあの概要欄にいろいろ公式サイトとか貼っとくんで、よかったらチェックしてみてください。ではまた。